岩木村は、愛媛県大地郡にあった村である。2004年に、伊奇名村、湯気町、魚島村との一町三村の合併により、上島町となり、現在に至っている。下記以外の詳細については、岩木島他の記事を参照のこと。瀬戸内海国立公園のほぼ中央に位置し、芸予諸島の岩木島、阿古根島、津波島の三島からなる、離島の村。 地理的要因もあり、昭和の合併は経験していない。岩木村の系譜町村製紙工事。岩木、岩木村平成16年10月1日。新設合併。魚島村上島町。湯気町。粋な村。魚島村以下の町村の合併以前の系譜は、それぞれの町、村の記事を参照のこと。フェリーにより、今治市 因島市などと結ばれている、町内に鉄道はない、村内に国道、主要県道はない。ありがとうございます。